こんにちは、猫の門のボーカルチーラです。ギタリストのイーちゃんです。猫の門は強くて弱いあなたの味方、素直なあなたの気持ちを代弁するバンドです。この番組ではその日の気まぐれで選んだ曲を紹介したり、楽しくトークをして音楽の街川崎を盛り上げていきます。盛り上げていきましょう。本日も音楽の街川崎を第5回目猫の門の気まぐれで始まりました。気まぐれで始まりました。はい、はい、でんでんもう覚えてくださいましたか。でんでんでん、どういうことですかこれは。こちらまずはですね、はい、今日の朝僕ね SNS でラジオやるよって言ったら、うん、すっごい久しぶりに親友から LINE 来まして、うん、ラジオやるんだってと。おうおう。でその親友とはね、うん、もう小学校の時からの付き合いなんだよ。幼馴染の。でなんでつけてんテレスクなのかと言ったら、はい、お囃子っていうものを地域でやってるわけ、うん、地元でやってて、で小学校の頃みんなでね紙に今の言葉が呪文のように書いてあるのよ、うんうん、でそのつけてんてんこりゃとかっていうのに合わせて太鼓を叩くの、うん、はい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 、っていうのを思い出したから、うん、もう今日はこれしかねえなとなるほどね。でその親友がね、うん、ズバ抜けてひょっとこの踊りがうまい。そうなんだ。やばい。ひょっとこの踊りがうまい。すごい親友。すっごいうまい。へえ。もうキャッキャッキャッってキレがあるっていうのを思い出したので、うん、今日の即興はもうそれしかねえなと。いいね。もう、まあ、そういう。これは語りてえなと。あ、いいですね。親友が。ちょっとさ、うん、まあ寂しいことに今夏のお祭りっていうのがさ。はい。そんなにこう盛大に行われないというか、うん、むしろ自粛な感じなのでね、うん、早くこう活気がある夏が戻ってくればなという気持ちも込めて、はいはい、スケテンテンこりゃとどうですか。あ、なんか確かに、あ、なんかそういう系の、お祭り系の感じを今表してるのかなとは感じ取ったけど、うん、隣で 何を言ってんのかこの人みたいな顔をチーラさんにねしてるのをね感じながらも、うん、やってましたけれどもね、まあなるよね、はい、でちなみに、はい、私は獅子舞なんですよ、はい、あ、そうなんだ、でちょっと私調べました、うん、はい、よく獅子舞がね人の頭を噛むといいと言いますけれども、うん、それはですね人についた邪気を食べてくれるからとか、うんうん、悪魔払い、はい、疫病退治の意味があるんです。いいですね。でこれなんとちょっとシャレが入ってまして、はい、獅子が噛みつくと神がつくなんですね、うん、なるほどね。いや結構そういうの多いよね。多い、親父ギャグ的なものが結構好きだよね。うん、それが、まあ、掛け合わせるみたいな。そうなんですよ。夏祭りも獅子舞もこういうのが含まっててね、はいはい、まあ、いいよね、縁起を担ぐダジャレということで、うん、確かに今年はなんかね、はい、お祭りとかぜひ開催されたりしてほしいなってすごく思います、ね、うん、はい、思います、ね、勢いになるねお祭りを、ね、では曲紹介いきますか。はい、あ、この番組の感想お便りをお待ちしておりますの です、ね、はい、ぜひハッシュタグひらがなで猫の門で、うん、ツイッターなりインスタなりでつぶやいてくれたら、はい、エゴサさせてください。はい、ひらがなで猫の門、はい、ひらがなで猫の門で、はい、ぜひ感想お願いします、はい、では曲紹介を飯村さんお願いします。はい、こちらこの間先日ですね一緒にライブさせていただいた、はい、とても可愛らしいウーパーリサさん、うん、ウーパーリサさんの曲でございまして、はい、好きな人と離れてしまってだんだんお互いの思いがすれ違ってしまうと気持ちをちゃんと伝えたいのに伝わらなくてもどかしい、いいねこういうのありますね、うんうん、そんな時に込み上げてくる思いを力強く歌に刻んだ一曲になっていますということで、はい、聴いてください。ウーパーリサさんで伝えたくて伝わらなくて今。いいね
ってたね。ね、うん、覚えてる。はあ、井村さんを。これどこいつも見るかさ、ちょっといつも迷うんだよね。本当？うん。こっちの位置、バリバリこっちばっか見てる。5だよね。そうだよね。うん、でここここだよね。そうそう、ここを照らし合わせてみて。うん。でこれの。ゲス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 。はあ、もうこれぐらいしてないとちょっと。ふざけないとね、ふざけていかないと落ち着かない、落ち着かない我々ですから。おいおいおい、でもこれね、素敵な曲ですよね。ね、これはね、だからこれはどうして上でいくのです。この歌声と MC のギャップは何なんでしょうね。ね、本当だよね。うん、すごいよね、うん、可愛らしい、いいなって思った、あのギャップ、面白い。誰と違うの、素なの、知らん。両方とも素ではないと思うね、多分ね。あの映ってるね、ビデオ。そう、そうでした、失礼しました、うん、ね、アーティストだからね。そうですね、うん、ね、あの可愛らしい雰囲気を、うん、なるほど。とっても良かった。シーラもなんかギャップ欲しいな。はい、それでは、はい、次のコーナーに行きたいと思います。次のコーナー行きましょう。はい、次のコーナーは、はい、バターのような幸せ小話。はい、幸せ小話の時間が来ましたね。やってまいりました、やってまいりました。このコーナーでは、はい、バターは小さいかけらでも高カロリーであるように、小さいことでもすごく幸せだったりいいなと感じたことをお話しします。お願いいたします。ではチラさん、本日の小さな幸せの小話は何でしょうか。チラさんの幸せ小話はね、はい、飯ってうまいっすよね。え、はい、もちろんですよ。ちょっと今日やっとバターらしい話ができるなと思うんですけど、あ、もうね、小さな小話なのかな、はい、今までちょっとさ、なんかね、大きなことで大きな幸せ得てた話を、うんうん、そういう話が続いてたイメージでしたけど、ちゃんとバターらしいコーナーにしたいと思ってまして、はい、飯ってうまいな、飯うまいじゃないですか、もちろんです。いろんな幸せを今まで得てきたけど、はい、なんかなんだかんだ飯食ってる時一番幸せだなって思うんですよ。満たされるしね。そうそう、うん、なんか一人でもすごく幸せでご飯食べてる時、はい、ああいいね、よくて、なんかそれも去年すごく筋トレをし始めたきっかけがあって、はい、なんか自然にね、なんか筋トレしたいなって思ってやったら意外と継続できて、はい、今までそういうなんか痩せたいみたいなダイエットしようとか思っても結局継続できなかったことが多かったから、うん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 、筋トレをなんかナチュラルに自然に続けられたんですよ、うん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 、でだからなんか筋トレをしていくとやっぱり基礎代謝とかも上がるね、筋肉ついて、すごくわかる。で食べても太んなくなったんですよ、マジで。あ、消費カロリーが上がったんだろうね、うん、もう代謝が、ね、上がって、そうそうそう、食べてもちゃんと落ちるみたいな、はい、でそしたらなんかより一層なんかご飯が美味しく感じられるようになって、うん、なるほどね。やっぱり罪悪感なく食べられるとか、好きなものが食べられるで、なんか時間も私気にしないんですよ、はい、お腹空いた時に食べるみたいな、うん、だから夜中であっても、うん、それが、まあ、生活リズムが結構崩れてるっていうのもあるんですけど、私でも食べたい時に食べるっていいみたいだよね。そうだよね、なんかお腹を空いていない時に無理やりこの時間、うん、そうそう、だからね、お昼時だから夜時だからで食べるとやっぱダメなんじゃないですか、うん、そう、お腹が空いたから食べるっていう、欲が湧いたから満たすっていうシンプルな感じでやっていたら、なんか別にまあ筋トレをねしている上で、うんうん、全然太んないし、むしろすごい痩せてきて、去年3キロ4キロくらい落ちたんですよね。それはでもすごい努力だね。うん、で毎日あの写真撮ったんですよ、自分の。ああ、それも大事みたいですよ、ね、やっぱりモチベーションが変化を、ね、そうそうそう、分かるようにするっていうのは、そう、なんか1週間後ってやっぱりそんなに変わらないんだけど、うんうんうん、でも変わってないじゃんみたいな焦りが少し出てくる。それ逆にでもっと自分に鞭打って頑張ろうと思えるし、で
続けていたら最終的には、まあ、変わったなって感じられるし、はいはい、そういうことがあったんですよね去年。じゃあ今回なんか今までは続かなかったけど、うん、続けられた、自然に続けられたっていうのは、うん、なんか分かりますか自分の中で。まあやっぱり写真を撮ってたっていうのはでかいなって思う。あと体重を気にしない、はい、体重 の1キロ増えた減ったじゃなくて、うん、やっぱ見た目で判断するっていうのが結構大事だったなって思いまして。あ、なるほど。きっとね、ダイエットをしたいとか頑張ろうと思ってる人はいっぱいいるけど、うん、続かないっていうのはさ、うん、そう続かないじゃん。いや、あるもんね。そう、制限するのってめちゃくちゃストレスじゃん。なんかこれはこの時間に食べちゃダメとかさ、嫌じゃん。甘いもの好きだし、米食べたいし、炭水化物、はい、そう、ああいうなんか自分をさ、なんか我慢させてっていうやり方は私すごく嫌だし、うんうん、絶対自分に合わないなって思うから、そういう風にね、まあ、筋トレむしろ楽しい、むしろやんなきゃ気持ち悪い、うん、そんくらいの域に行けたから痩せれたんですけど。じゃあ自分のことをちゃんと追って、うん、で写真を撮って変化を楽しんだから、うん、ダイエットが継続できたっていうね。そうだね。そうで我慢しないっていう、これはちょっとね、すごく大事だなって、大事だわ思った。これダイエットこれから頑張ろうっていう人たちに向けても最高のアドバイスじゃないですか、うんうん、そうなんか結構やっぱいるじゃない、女性は多いじゃない、うん、ダイエットしたいなみたいな、痩せたいなって、うん、だから私は結構自分の経験を持って痩せられたから。そうね、楽しいよって。本当に雰囲気違うもんね。いや、顔も変わったし体も変わったし、やっぱりサイズもね、着てる服がまあなんかこれちょっときつかったように緩くなったみたいな、そういう嬉しさがさ、いっぱいダイエットすることによって得られたから、うん、幸せがいっぱい、うん、小さな幸せが、まあ、大きいかもしれないけど、うん、まあ、幸せがいっぱい舞い込んでくるよね、ダイエットね。ただただ毎日同じメニューを、まあ、自分のやれる時間帯で筋トレをね続けてただけで、こんな痩せるんだったら簡単じゃんダイエットみたいな。そうよね。私的には簡単じゃんってなった。でこのこう飯がうまいっていうのは、うん、もう筋トレをしたからよりうまく感じたの、うん、そうそうそう、飯うまいってことね。そうなんです。いや、それは非常にわかります。米がうまいよ。私もちょっと見習ってダイエットをより頑張ろうかなと。ああ、いーちゃんもやってるじゃないですか、うん、だいぶいい方向に進んでって ね、やっぱ体楽だし、我々トータルでもう10キロ以上痩せたんじゃないですか、トータルで合わせたら。私たちですね、昔のライブの写真を見るとですね、うん、顔テカテカでパンパンでしたからね。アンパンマンだって。あ、アンパンマンよりテカってたよ多分、うん、可愛らしいほっぺたしてますよ。そうですね、可愛らしい、パンパンな感じでテカテカでございましたけど、ね、なってまして、本当写真見るとね、本当違うなって。やばい、もっと7年前、うん、もっと太ってたから、7キロ、今より7キロくらい太ってたから、うん、その写真見て本当に痩せてよかったって心から、そうだ、ね、思えたので、これからね継続して、継続して健康的にお互い痩せてって、うん、そうそうそう、うん、ね、で、このもうかっこよく続けられるように、ね、頑張っていきましょう。自己肯定感も上がるから、ね、そういうことです。筋トレは毎日続けてるっていう、なんか自分への、うん、うん、なんだろう、毎日続けられてるってだけでも自分偉いねなるし、ね、でもご飯が美味しいと、ご飯が美味しいし、気づいたら体重減ってるしみたいな、いいことしかない、いいことしかありません、はい、みんな筋トレしようぜよ。飯がうまいぞ。結局いい大きな幸せでしたね。はい、大きな幸せなんですよ、そういうことです。ここのコーナー、じゃあそんな感じで、はい、皆様の幸せ小話もぜひお聞かせください。ぜひこのもんの公式ツイッターの DM にて受け付けております。はい、@ね、子供 NEKO_NO_MON でお送りください。お願いします。それでは以上、バターのような幸せ小話でした。それでは続きまして、弾き語りコーナーに移りたいと思います。弾き語りコーナーね。弾き語りコーナー。弾き語りコーナー行きましょうよ。弾き語り。はい、本日は何ですか。はい、今日は、大塚愛さんの猫に風船という曲を持ってきました。はい、猫に風船なんて猫の毛がやらさせていただいて嬉しいですよね。やらざるを得ない。やらざるを得ないって違うけどね。うん、はい。はい。では早速聞いてください。私のうち商店街の
ありがとうございました。お疲れさんの猫に風船でした。それでは続きまして、はい、曲を1曲聴いていただきます。はい、こちらの曲なんですけれども、先日ねレコーディングした私たちの曲でございまして、こちらもレコーディングさせていただきまして、しかも初めて作った2人で、はい、イーちゃんとチーラが2人で作った曲なんですけど、はい、明けの明星っていう曲なんですが、はい、この曲はですね、あの明けの明星って、うん、明け方にあの月の隣に金星がポッて浮かび上がってくる、はい、唯一明け方に見れる星、綺麗ですね、明けの明星っていうやつなんですけど、はい、なんかね、まあ、いつまでも自分の気持ちは変わらないよと言われる、うん、言われた好きな人に、はい、言われた時に、そんな経験もあります、まあ、本当に変わらないでいてくれるのかなみたいな気持ちとか、変わらないでいてほしいなとか、うん、自分も変わらない自分でいていたいなみたいな気持ちをですね、うん、明けの明星っていう2つの月と金星の関係に移して歌詞を書いた曲でございます、はい、では聴いてください。猫の門で明けの明星、最高、マジで最高ですなんかグッときた今、明けの明星の、ああグッときたよ、やっと勝った、うん、上手に説明できたかな、できてる不安だな、あとで2回すんの不安だな、不安だな不安だなとか言ってんのが入ってんのよあ、そっかやべ、これ結構こちらも結構意識しないとダメですね。そうなのよ、そう、裏側もね、そう、裏側も楽しんでいただけるみたいな、そうそうだよ、不安だとか言ってる場合じゃない不安になるとかじゃないのよ楽しまないでね、楽しんでるんですけどね、うん、そう、でも緊張とやっぱ不安はわなわなわするわ、時々ちゃんとカメラ目線しなきゃいけないんですよ、そうそうそう、どう、猫のもんです、スールデッチスケールステッチカチャケカーラーユルル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 むずーし、にぎやかだな、本当にいいのこっち逆にクールな部分、時間配分が完璧すぎてビビるんだけど、はい、我々慣れてきましたねだいぶいい感じになってきました、ね、はい、時間はあんまり見てないもんね、もう最近、うんうん、見るけど見てるけど、はい、あ、そういえばみたいな、はい、だからこういう時にこうミスらないように気をつけないとね、そう、え、気持ちよね、そう、ちょっと慣れた、これが一番危ない、間違いない、うん、アンパンマンって言っちゃったけどね、まあいいんじゃない、そんくらいな、ね、言ったなって思った自分で結構しかもちょっと太ってる顔のことをさ、ちょっとからさ、可愛いほっぺってそうなんですよ、難しいんですよ、はい、はい、はい、エンディングです、もう、はい、つも早い、明けの明星いかがだったでしょうか、明けの明星ね、こういうね、あの曲の感想とかもぜひハッシュタグひらがなで猫のもんでつぶやいてくれたら嬉しいです、嬉しいですね、はい、はい、お待ちしております、では告知をします、はい、告知お願いします、まあ、6月6日のライブのことはいいですか、いや、ね、席いっぱいだから、ね、まあね、6月6日にね、はい、シンガーソングライターリサさんのファーストアルバムリリースイベントに猫のもんが参加してきます、はい、はい、ここでね、まあ、またぶっかましていきましょう、はい、この日は和装でね、えちょっと出ようかなと思ってます、ね、はい、楽しみです、はい、で、あとは猫のもんのライブは、次回7月11日ちょっと先ですけど、ね、はい、ちょっと先になりますが、ネイビーフロア赤坂で演奏をさせていただきます、うん、こちらは時間がですね1時から、はい、私出番にしてもらっていますので、はい、よかったらお昼の時間ですが、ね、素敵なね、来れる方いらっしゃいましたらぜひお願いします、はい、まだちょっとチケット予約のあれが URL とかはないんですけれども、うん、出たらツイッターなのでお知らせいたします、はいはい、あとは、チーラの所属しているガールズバンドの週刊少女ロックの方の、はい、
ライブ告知なんですが、初お披露目がですね6月19日にあります。初が6月19日初お披露目です。楽しみですね。この日は、クロスストリート、クロスストリート横浜、はい、クロスストリートで演奏させていただきます。はい、一部二部がありまして、どちらもトップバッターでやりますので。おー、はい、トップバッターいいね。お昼からと夕方6時くらいからのやつ、はい、二部あるんですけど、はい、まあ、どっちも来れるよって人、あ、もうチケットあれだわ、うん、ソールドアウト。そうなんだ。あらら、じゃあちょっと気持ちでね応援してもらったり、うん、あと配信があるので配信チケットぜひ。あ、大人気ですね。はい、お求めていただけたらと思います。はい、配信はまだあると。はい、はい、あとは、週刊少女ロックが6月26日の、サリさんのワンマンライブのオープニングアクトで演奏させていただきます。素敵ですね。はい、はい、サリさんはあの週刊少女ロックのメンバーの、はい、ベースの担当している方なんですが、はい、その日はサリさんワンマンの応援を私たちもしますよということで、オープニングでもうぶっかまして、はい、ぶっかまし、ぶっかましてきます。はい、なのでそちらもぜひ遊びに来てください。いいですね。そんなもんですかね。そうですね。あとは、まあ、いつも通り、もちろん猫のもんグッズ、猫のもんグッズが、そして、はい、前も言いましたけど、はい、新しいキャラクターも登場した。新キャラがね、ピザパンマンっていう、ピザパンマンが登場しました。はい、私がね、何せピザ好きなので大のピザパンマン。本当に可愛いよね。可愛いよね。本当にもう自分はあのお母さんが、うん、可愛いねって買って、でもあのキッチンに置いてあります。あ、ありがとうございます。ピザパンマン可愛く佇んでおります、ね。可愛い。可愛い。可愛いの。なので SNS とかからね、ぜひ見てほしいですね。ぜひ見てください。はい、写真をね載せてますので、はい、ピザパンマン。あとは猫ちゃんのゴロ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 にゃんこシリーズ。あのゴロゴロも可愛いから、ね、もう見てもらわないと。私が飼ってる猫をモデルにね、はい、絵を描いたやつが、はい、アクリルキーホルダーになっております。そちらもぜひ見ていただけたらと思います。はい。あと何かありますか。とはやっぱりね、 T シャツとかもね毎回告知させていただいてますけど、すずりというサイトで、はい、このもんがグッズを出してまして、そちらの売り上げでレコーディングだったり活動費に当てておりますので、ぜひ応援をお願いしたいと思っております。はい、はい、名前がすずりの猫のもん超絶応援ショップ、はい、猫のもん超絶応援ショップ、はい、そちらを検索していただければ見れるので、はい、ぜひ見てみてください。こちらのオリジナルデザインでなっております。そして今絶賛ミュージックビデオも作成中なので、はい、そうですね、楽しみにしております。こちらが6月の、中旬ぐらいに完成したいなと思ってますので、皆さん頑張れ、それが完成しましたら、はい、皆様にお届けしたいなと思うので、ね、サブスクも頑張って配信します。楽しみにお待ちいただいてほしいなと思っております。はい、頑張ります。そんな感じで、はい、では次回の放送は6月17日木曜日午後1時から1時から、はい、6月17日木曜日午後1時からはい、はい、ぜひまたそちらでお会いしましょう。お会いしましょう。それでは、はい、お相手は猫の門のチーラとイーちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。よろしくお願いします。お疲れした。